カフェコンセールエルムは愛知県名古屋市畜作吹き上げ2丁目にあるシャンソン系ライブハウス1986年7月に開業する運営は有限会社吹き上げ文化サロンでありシャンソン単語ラテン等の総合エンタテインメント企業とあるミュージックオフィスエルムの運営も同時に行っているジャンルはシャンソンが主でありシャンソン製演奏の店シャンソニエのイメージが高い レパートリーには、シャンソンの有名な曲のほか、最近の曲である、シャンソン・ルネッサンスの曲も取り入れられている。単語のライブもある。カンツォーネやラテンその他のポップスのステージもある。2010年現在、レギュラーライブが日曜日を除き毎日行われ、午後7時30分、第1ステージ開演となり、午後8時30分、第2ステージ開演となる。 ミュージックオフィスエルム関係の歌手の生演奏のほか、日によっては、著名なアーティストのライブもあり、海外からのアーティストのステージもある。著名なアーティストのライブの場合は、予約で満席の場合もある。大体、40分ぐらいの内容となる。午後9時30分からは、エルム所属の歌手による、エルムナイトショーとなり、レギュラーライブからの場合は、500円の追加チャージとなる。 午後10時30分、閉園となる。火曜日のエルムナイトショーでは、歌声酒場として、客が事前に持ち込んだ譜面で、ピアノ伴奏譜で、客自身が歌うというような企画もある。日曜日が、定休日となる。高級ワインや、キャッサバケーキなどの軽食のメニューがある。パリにあるコモーリスファノミ・ゆかりのシャンソン製演奏の店、シャンソニエ、ルコネッターブルと、 姉妹提携を結んでいる。フランスのテレビでもカフェコンセールエルムが紹介される。ミュージックオフィスエルム出演したことのある著名アーティスト、住所アクセス。ありがとうございます。